はい、お疲れ様です。文教堂ファン東館です。はい、今回はですね、中学生向けの英和辞典の紹介になります。はい、まず最初はですね、こちら、三省堂さんの初級クラウン英和辞典、第13版と、あなたの英語をまずはここから始めようと、こういう感じになります。次がですね、こちら、失礼しました。と、学研のですね、ジュニアアンカーシリーズのこちら、英和辞典になります。こちらもナンバーワンシリーズ、そうですね、こういう感じになります。これも定番商品ですね。次がですね、こちら、ベネッセさんの、中学英和辞典。ですね、こういう感じになります。わかるってハッピーと。そうですね、ベネッセさんですと、有名な、あれですね、真剣ゼミをやってる出版社ですね。なので、こちらの指名買いっていうのがかなり多いですね。と、最後になります。こちらになります。ニューホライズン英和辞典。こちら、東京書籍になります。そうですね。中学校でニューホライズンの英語の教科書を使われてるところ、限定にはなってしまいますね。そうですね。そうですね、こちらも、そうですね、指名買いが多い、事情となっています。いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。